でこんなお題を用意したんですが、はい、いかがでしょうか。私のやっぱり〇〇〇〇。そうですね、私が去年からやってる趣味なんですけど、駅のスタンプを集めることをハマってやってます。ちょっと実物あるんですけど、持ってきた方がいいですか。ある。あります。どこにある。下机にある。机にあります。じゃあちょっと取ってきて。すみません、ごめんなさい。取ってきました。すみませんね、わざわざ。いえいえいえ、こちらなんですけど、私の趣味ですね、鉄道スタンプ帳といって、駅のスタンプを集める専用の手帳なんですが、もう2冊目に入りました。例えばですね、なんかお見せしますと、こんな感じでいろんな路線に駅のスタンプが設置されているんですね。でこちらは去年のテレビ派で CS 中継の時に行った甲子園駅のスタンプで、まあ、広島でいうと例えばこちらの JR 宮島口駅はこういった鳥居がデザインされたスタンプになっていて、本当に旅行のいい記念になりますし、これを集めることを小目的にどっか行ってみようという気持ちにもなるので、これ大好きな趣味ですね。一冊で 何駅分あるんですか。ちょっと数えたことはないですけど、もうずらっとすごい数集めてますね。これはもうありそうですね。 JR だけではなく、本当にいろんな地下鉄だったりいろんな路線でスタンプが設置されているので、集めたいと思っていますね。2冊目も入りました。2冊目は例えばこちら、私の地元の三原駅なんですけど、三原駅はあの駅に設置されていなくて、駅員さんにスタンプをしたいんですけど出していただけますかって言わないと押せないスタンプでした。で今私が狙っているスタンプがありまして、あの JR 横川駅にサンチェがデザインされたあのスタジアムの記念駅スタンプが置かれてるらしいんですよ。これを私はどうしてもゲットしたくてですね、次のお休みに行こうかなと思ってます。ちょっと熱く語ってしまいました。私はやっぱり駅スタンプ。